こんにちは、オーバルトンでーす。久々にこちらのスタジオ来ましたね。はい、そうですね。はい、前回は、はい、作業場の地下からお届けして、はい、ちょっとピンホールメガネを仕掛けたのを、はい、サムネイルの画像が、はい、ツイッターで結構反応があったんですけど、その反応の割に再生されていない。多分出落ちです。あのメガネが、ピンホール、作業のための、メガネっていうふうにことは伝わってなくて、はい、ただ変な格好をしましたっていうことが伝わっているっていう、はい、ことですね。はい。ちょっと、まあ、しょうがない。っていう。ということで、はい、気を取り直して、今回は Vlog 第20回目ですね。はい。近況のまずご報告としましては、プリアンプの制作ですね。オーバルトンプリアンプ。はい。プリアンプを、もうですね、中の基板は全部作り終わりました。それで、半数、仕上げて、中に入れて、で、もう、サウンドチェックまで全部やって、で、まあ、OK で、はい、結構、プロトの段階よりも、さらに、ちょっと、透明度が増したようなサウンドで。そうですね。この、まあ、量産というか、そうね、実際の、制作ルーティンというか、はい、あれに従って、ある程度のロットの台数を作るっていう作り方。はい。で作ったの。まあ、あとはもう半分やればっていう感じなんですけど、はい、まあ、それで、あとはその、発売日と、まあ、価格を決めて発表という形になるんですけれども、はい、まあ、ちょっと緊急事態宣言に、ですね、まあ、東京と、大阪と、緊急になっちゃうんですね。はい。なってしまってですね、そうすると、大きな商業施設に入ってる楽器屋さん結構ありまして、そういうところとかは閉めないといけない。まあ、そうですね。はい。で、やっぱりそうなるとですね、やっぱりその、思想とかはやっぱり、まあ、場所によって、場所によってできないっていう。機会がやっぱり減ってしまうので、まあ、動画で、今までもこう説明は、はい、解説のようなものはしてきたんだけども、うん、と、まあ、細かく見ていって、ね、はい、ちょっとここがこういう動きをするとか、まあこういう音が出るみたいな、はい、あと、まあどういう使い方をするっていうのを、まあちょっと生でやった時はすごいダラーっと長くやってしまったので、はい、まあ細かく切った、そういう説明の、まあ動画なり文章なり、まあ文章と動画、多分、まあホームページに、その製品ページにその動画と文章のような形で、わかりやすいようなものを、まあ、これから作ろうかなという。そうですね。ところで、まあ、それの、まあ、設計図のようなものを考えているというようなところで、まあ、今日は、ちょっとここの、その作業場で、その動画に当たって、またちょっとマイクとか、わかりやすい。なんか前回までのマイクだと、やっぱりちょっと、なんかここで鳴ってる音と若干イメージが違ってて、で、いろいろ立て替え、差し替えたりして、やったら、なんかこの、割と普通のやつの、ゼンハイザーの EQ106 っていうやつに落ち着いて、これがやっぱ一番、あとオフマイクの、ファットヘッドっていうやつなんですけど、のミックスが、割とここで弾いてる時の音に近い感じだったので、はい、それでお伝えしていけたらなという感じです、ね。なので、まあ、もう半分の制作と、その、よりちょっと、実際に試せない場合に、はい、対応した、もうちょっと詳細な動画をちょっと追加で、従来のプランよりも追加でちょっとやろうかなという、はい、まあその準備をしつつ、ね、両方やって、まあ発表に言えればなと思うんですけど、まあ発表までもう少々お待ちくださいという。そうです。はい、5月はオーバーしない。そうですね。確実に、はい。なので、5月中には。はい。やりたいと思います。はい。で、まあ、あとオーバルトンプリアンプの、はい、まあ動画
つながりなんですけど。ああ、そう、あの、ブラッシュエイトさんっていう大阪の楽器屋さんであり、ミュージシャンである。はい。という、まあ、そういうところの、直塚さんという方が、はい、あの、デモ、サウンドメッセに展示予定だった、そのボード、うん。そうですね。プリアンプの入ったボードを、はい、まあ、デモという形で、サウンドチェック。はい。でも撮っていただいて。だから非常に素晴らしい。はい。素晴らしい動画が。いや、もうね。あげていただいたので。たまりますね。いやー、たまります。はい。なので、ぜひ、一応ツイートとかもしたんですけど、はい、まあ、さらにこの動画でちょっとご紹介して。そうですね。こちらの動画の概要欄。まだリンクを、はい、書いておきますので。まだご覧になってない方。チェックをぜひぜひ。はい。まあ、なんかこう、そういう解説という感じというよりは、うん、その、こういう、まあ、ポテンシャルもありますよっていうような動画になっております。はい。はい。ぜひご覧ください。はい。はい。ということで、Vlog オーバルト第20弾ですね、はい、ご覧いただきましてありがとうございました。